Magazine.連日の猛暑が続く2015年の8月上旬、陸王第3戦の舞台に選ばれたのは北九州を流れる遠賀川。ブッシュが茂る中上流域、護岸が続くトーナメントエリアの下流域と変化に富み、おかっぱりでもさまざまなアプローチが可能な人気フィールドだ。そして対戦するのはこの2人、スキャンダラスなフィネスの鬼、青木大輔、エネルギッシュなスーパーフレッシュマン、伊藤匠。誰もが認めるつわものと誰もが認めるニューフェイスだ。おはようございます。おはようございます、陸王、これ3戦目なのかな、今年3戦目ですね、はい、匠は初めてかな。初めてです。音楽川です。音楽川も今年初めてかな。まだ1回しか来たことない。なるほど。まあ普段はね、はい、利根川でポンでやってるもんね。はい、同じトーナメントで、うん。今いくつだ？今28です。28か。そうか。はい、まあ若いよねでも。いやー若いから緊張します。いやいやいや。まあ、暑いからね。はい、かなり、辛い釣りになるとは思うんだけど、うん、まあ2日間。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いい勝負しましょう。競技エリアは貫禄橋から御牧大橋下流の河口関まで、支流の犬鳴川は中島橋、それ以外の流入河川は橋1本目までとする。キーパーサイズは25センチ以上、1日5本、2日で10本の総重量を競う。タックルは2日間同じ2セットを使用、返すプールは2個まで。ただしラインなど消耗品の交換は自由だ。はい、行こうでしょ。また負けたな。よし、行きますか。先行してスタートするのは伊藤。上流メインです。はい、いかんせん僕自身その釣りフィネスが結構苦手なんですよ。食わせるっていう作業だったり、そういうのものすごい苦手なんで、基本ルアーがそんなに小さくない。だからちょっとでも流れとかがあって騙せる要素が多い方が僕の釣りは釣りやすい。でフィネスで勝負しても青木さんにかなうわけがないので、もうあえて今回そのスピニングなしにして、もうベイト2本。音楽は今年初めて来てすごい感じたのは、僕が最も得意とするフィールド、僕のホームフィールドの利根川にかなり似てる。僕子供の頃からずっと川で釣りをしてるんで、その知識としてものすごい流れに対する地形変化の理解があるんですよ。ここで反転流が起きてるからこの先はこうなってるだろうとか、ここが川幅狭くなって沖にサンドバーがあるからこっちはこうなってるだろうなとか、そういう基礎的な知識があるので根本的に川が得意なんですよね。僕自身の今までの経験した釣りがフルに発揮できるフィールドだなっていうのは思います。伊藤匠、TBC トーナメントや H1 トーナメントなど関東エリアでの大会で頭角を現してきた若手実力派。利根川をホームグラウンドにしており、川バスに関する知識と経験はピカイチ。得意のフィールドで最強トーナメンター相手にジャイアントキリングを狙う。まあ本当に重要なこと、流れ、まあ川だけあって僕の釣り、もともとそのフィネスじゃない強めな釣りをやっていく中でキーになるのはもう流れだなっていうのがすごく感じるプラクティスになりました。バイト自体は
まあ、1日3から5バイト結構少ないんですよ。ただ針折ってるんでサイズまでははっきり分かんないですけど結構大きそうだなとは思います。まあ、僕もトーナメンターなのでやっぱり青木大輔さんの釣りの動画を見て僕って育ってる、ね、トーナメントシーンでとっても勉強させてもらってる方なんですよ。その方とね戦えるっていうことで正直ワクワクしてます。で負ける気はまあしないって言ったら嘘かもしれないですけどでも勝てるイメージが自分の中ですごいこう高いイメージで今はいられてるかなとは思うんで全力で頑張りたいと思います。いや今黒の SUV が走ってて青木さんかなと思ったらベンツでしたもうねベンツも何でも黒の車が全部青木さんに今見えちゃう憧れの人ですよね。トーナメンターとしてのその人と戦えるから今回はすげえ楽しみなんですよね。青木は後追いでスタート。まず恩賀川かよっていうとことで、まあ、対戦相手が匠なんですけど、まあ、川で匠かみたいなもうぐんぐん実力を上げてる若手だと思うんですけど釣りがうまいのはもう間違いない。やっぱり利根川でやってるんでこう流れを読む力とか地合を掴む力っていうのはすごい長けてるなっていう。その時の状況判断っていうのは的確にしていくんじゃないかなと思ってます。強敵ですよ。まあまあ。青木大輔、5代目陸王、そして JB トップ50を中心に活躍し、数々のビッグタイトルを手にするギネスマスター。2015年度は特に鬼神のごとき強さを誇る日本バスフィッシングシーンのトップランナーだ。釣るっていうよりは一応ポイントを見ながら。まあ、上から下まで回った感じで一応プラは終えましたね、はい、ただ、まあ、厳しそうっすその感触では、はい、恩賀は嫌いです大っ嫌いですなんでまたここでやるんだろうみたいなあの2年連続なんですけど去年はキムケンとやって負けちゃって、まあ、JB 戦も正直あんまり良くないんでこの川攻略しなきゃいけないフィールドなんでまあ、そういった意味も含めちょっと頑張りたいなとは思ってますけど、まあ、季節はまあ思いっきり夏なんで、まあ、かなり暑くて、雨もしばらくないみたいなんですよね。で水量が減ってるで、まあ、バスは基本的には流れをかなり求めてるかなっていう印象です。で知識が豊富な下流域が今回はかなりきついかなっていう印象です。だメインは、まあ、仲間大橋から上っていう感じですかね、まあ、かなり積極的にトーナメントは出てますよね。で強いで特に、まあ、利根川ですよねでの成績は非常にいいんであの今回の音楽はやっぱり流れがキーワードなんで、まあ、バースの居場所とかその流れを読む力っていうのは、まあ、ピカイチだと思いますんで、まあ、間違いなく釣ってくるなとは思ってます。はい。で、まあ、若いし元気なんで多分幸太郎さんばりにバキバキ来るんじゃないかなと思うんですけど最初はねとりあえず貫禄橋っていうところまで行っちゃいます。匠がどこやるのかちょっと分かんないんですけどもしかしたらバッティングするかもしれないですけどね。ただエリアが広いんで、まあ、同じとこ入ってもいいんじゃないかな。果たして伊藤のファーストポイントは。そうなるよな俺反対側だけどやっぱりそうなるよね本当にマジ朝一からエリアかぶりかな。青木は対岸へ向かい
川の両岸にて退治する。よし。最初ね、とりあえずスピニングはプーラっていう、まあリッチ系のワームで、ベイトはブルフラット。つけた。よし。超痩せてるけど。勝ったら最後。開始早々、早速の先制だ。やるな。早速釣ってるよ、青木さん。ちょっとスキニーだったから、流れの脇にいましたね。ちょっと手前しか見えないですね、朝は。ブルーギルがいるってことは流れが弱いからダメだ。ちょっと流進か。うわ、バスだ。やっちゃった。よっしゃ、うらっ、オッケー。770ですね。間髪開けず、あっさり40アップを連発。ただこう今光がないでしょ。だから自分が見えてる範囲がすげえ狭いんですよ。でたまたまこう近づいてったら、ふわーっと沖に出たのが見えて、それで気づいたんですよね。でその沖側に投げて、こうライン見られないようにナチュラルドリフトで入れてったら、すぐ食った。でもすげえな、あんな一瞬で釣っちゃうんだもんな、青木さん。本当にすげえわ。つかねえとな。陸王初参戦、相手は青木。そして目の前での先制攻撃、その心中やいかに。移動しましょう。移動します。はい。超走ってます、たくみ。完全に孝太郎さんと一緒なんだけど。いや、やっぱすげえな、青木さんは。あそこで釣るもんな。さすがですよ。陸王の DVD 見てて、孝太郎さんが30センチちょっとの魚を釣った時に、陸王はこれは大切なんだみたいな、この一匹あるとない
ットだと全然違うんだよねって言った意味がすげえ分かりましたよ。これが陸王のプレッシャーだなって。とにかく視界から消さないと、あんなものすごいオーラ出してる人と今の先制パンチ食らった僕の状態では勝てないと思ったんで、まあ負けです、悔しいですけど負けですけど、あそこはもう視界から消すことを最優先にしました。小移動し、彦山川のエリア最上流部へと入る。この流れ着いた流木、ネコリグでやってみます。練習ではこう触ったんですか？うん、ここ50アップ捨てたんですよ。ただね、その時はね、流れあったんですよね、まあ、もうちょっと。明らかにその流れがなくなっていくにつれてものすごいトーンダウンしてんすよ、魚が。6.5 シリルピンの猫から今度オフセットで、オフセット猫頭をピョンって生やして、そうですそうです、マス張りでかけるとどうしてもこういうカバー越しとかだとミスする可能性あるんで、とりあえずオフセットフックでかけたいなっていうので、でしかも8分の1オンスっていうヘビーウェイトだから、これを吊るした状態でシェイクするとかなりビリビリ動くんですよね。そのビリビリアクションがたまらない。通称三角 T さんっていう、三角形だからそういう名前で呼んでるんですけどね。対岸の橋脚行ってみましょうか。お、ここにもあんじゃん木。うん、対岸をひとしきり打った後、橋の上から発見した水中に潜む流木を攻め始める。頼む、ついててくれ。頼むぜ。うでっか、でかいぜこれ。頼む。でけ、めちゃくちゃでけえやん。やっぱりこんなのいるんだよな。頼むよ。やべ、巻かれてる。頼む。やべ。どこにいる？何？マジか。おい、マジかよ。頼むぜ。よし。頼む。糸切れねえでくれよ。頼むよ。頼むぞ。頼む。バス見えてる。やばい切れる。頼む。やばいよ。相当でけえよこれ。頼む。頼む切れんなよ。切れんなよ。お前。頼むぜ。切れんなよお前。頼むぜ。でかい、見えねえ。
うわー取ったぜ、あらやばいやべえよ、手足震えて止まんねえ。これが終電だよ。ほらほら、いや、これが執念だよ。マイケルさん、やったバイク、バイクに引っかかって、やばいよね、もうね、息ができなかった。これでほら、もう取れた、手震えちゃってる。よっしゃああこれだよ。息がめっちゃバス重いっすわ、これこのバスがいるんすよ。さあうわでかい、50、はい、53.5、あ、ほら2100、ひょー2100、えいしゃやばい、もう真っ黒だもんこのバス、おら一気に青木を抜き去れ、2キロ超えのスーパーキッカー、はい、えい、リーチします、気をつけて、えいっす、もうやっぱ岸際まで来たタイミングでバイクに直行して、バイクに引っかかって、ででかいバスって頭いいから引っかかった時に動かなくなるんですよ。てかこれシーガーじゃないと切れましたわ、ほんと10ポンドです、ほんとにマイクで聞いてて、うん、その糸がギシギシ、そうギシ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 言ってて、やばいと思って、もう絶対その時クラッチ切ってんすよ僕。ギュッて引っ張ったらクラッチ出して、もう喧嘩はしない、でももう取れないのは諦めて取り行きました。さあここでキーパー取り行くか、勝負にかけるか、どっちか悩むな。今のはナチュラルドリフトです。基本流れに身を任せて、こういう抵抗値の高いワームを流れに乗せて、そのポイントに入れ込ませるっていう作業をするんですよ。でこっちからはそのやっぱ糸の抵抗をかけるっていうことがビッグフィッシュにとってそのストレスでしかないですよね。だから基本はもう張らず緩めずのたるんだ状態をキープして、そのメインになるストラクチャーの中に入れ込んで、それで口を使わせるっていう、多分水深があることを前提に、水深があるプラスアルファ流れの当たるところ、これが多分今日のキーになるのかな。今のでかい魚がいたってことはあながち間違ってないと思うんですよ。ものすごく浅いところにもうね、さっき朝市みたいにいるんですけど、僕には取れない、やっぱり。その頃青木は同じエリアを少しずつ移動しながら攻め続けていた。